よし、今日はクッパパーティーで遊ぼうぞ。というわけで今日はですね、クッパパーティーの、まあ、クッパチーム、まだやってない面があるんですよね。ちょっとそれを先にやろうと思います。こんな感じかな。ちょっと右半分がさ、恐ろしいことなってんだけど。そう、今までと違い、ついに達人2人です。キノピコ達人になった。まあ、自分がよく使うキャラがキノピコなんで、僕はもう達人並みの力をね、得ているみたいなもんなんで、ちょっとキノピコ達人にしました。これより達人2人なんで、単純にゲームで勝てるかも怪しくなってきましたね。はい。で、やってないステージがね、このハラハラキャッスルかな？うん。このハラハラキャッスルをね、やっていこうと思います。仕掛けがいっぱい、デンジャラステージ。この仕掛けがクッパに有利に動くか、敵に有利に動くかがわかんないな。クッパに有利に動いてほしいな。さあ、おお、ボブルあるやん。おお、ファイヤーバーもあるよ。ハラハラキャッスル。もうクッパキャッスルだよね、これ、どう見ても。いやー、個人的には、ちょっとクッパに有利なステージがいいな。前回のタツノンクジなんてさ、どっちかっていうと不利なステージだったじゃん、クッパにとっては。フィッシュボーンも引かなかったしね。さあ、今回はね、ピーチたちが取り付くとハードオフ増えちゃうよと。まあできればその前に痛いさせたいけど、いやー、達人2人だからね、サイコロの出目もいいだろうからね。さあ、5、早速よう進むね。ちょっと俺ゲームパッド振って待ってるからな。カチャカチャカチャ。おお、なんかウンババおったぜ今。プラスサイコロ、いやいいなあ。いやいいな、シゴロサイコロ強いな。これさ、一番怖いのがクッパが追いつけないことなんだよね。クッパが追いつけなくって、その後どんどんずっと離されてっていうのが一番やばいからな。4か。いや、できればね、ちょっと5と4は強い。あ、おい、なんだ、うまいな。達人だからそんなん気にならんやろ。え、3マス出し、ちょっと強すぎない？ちょっと待って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 。12マスも離れてんの？もうきついんだけど。とりあえずクッパのミニゲームを引かんことにはね、話が進まんでな。ラッキー！マジ？いやー、ここでさらにハートを追加していくと。いや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 、待って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 。初手の進み良すぎない？マジで？いよいよ来ました、クッパの出番です。お待たせしました。いや、きつい。行くぜ。うっ、あーあーあーいやー、18以上とか出んのか。うわー、ひで、追いつけない追いつけない。振り直そう振り直そう。これは振り直しやわ。振り直し、あー、厳しいなー。追いつけないとダメだからね。6、2、6、ゾウ15。そうやんな、15か、追いつけねえ。これ追いつけないのが一番まずいって。あー、クッパ、うわ、足踏みしとる。もうあそこにもうバッタン、2ターンでバッタンとこまで来ちゃってるじゃん。敵がやばいって、1回もゲーム入らない。バッタン中間地点行ってしまうのは本当にまずい。いやー、マジで、もうちょっともう一回足踏みしよう。足踏みしよう。あー、やばいやばいな、もう中間地点。進みが早くないか、いくらなんでも。やばいやばいやばい、バッタン頼む。バッタンバッタン、よしよしよし、一回防御した。バッタンが一回敵の攻撃を防いだ。でもあそこにさ、まだハートがあるんだよね。だからこのターンに追いつかないと勝ち目は薄いぞ。このターンに追いつかないと勝ち目薄いよ。追いついてゲームでバッてやっとかないと、次のターンには回復されちゃうから結局。何これ。14ぐらい行ってくれ、頼む。14は行ってくれ、頼む。14は行って、本当に頼む。全然追いつける気がせん。いけ、14、よし、ぴったりぴったり、ニヤピヤニヤピ、よし、ようやくいった。とりあえずもうこのミニゲームでガンと落としたいけどね。8か、1ゲームじゃ無理やで。さあ、クッパミニゲームだ、行くぜ。何かな、キラースロットか。これは適当に押すだけです。これはもう紹介した通りです。適当に押すだけですよ。もう僕がやることは適当に押すだけです。これだって避けれちゃいますもん。僕でも避けれちゃいますもん。達人避けるんじゃねえかな。これ達人避けるかもね、かなり。二人だから、足の、今まではロゼッタ一人で、足の引っ張り合いでロゼッタ食らってたとこあったからね。まあ、でもワンチャンあるからも。弱いコンピューならこれで落とせるかもしんないね。でも落としたところで結局次の回復されちゃうんだよな。ガンガン行こう。もうこれはね、もう何も考えず押していくだけですよ、僕は。もう敵が当たることを祈るしかないんで、僕は。下手に考える必要ないですよ、これ多分。コンピュー相手に。だって、避けれちゃいますもん。でもいい感じに意外と食らってんな、みんな。あ、意外と食らってるぞ。
本当に意外と食らってんな。あ、一人脱落したし。え、マジで？このゲームそんな有利に見えないけどな、クッパ。読めれちゃうもん。あ、でも意外と本当に削ったわ。すげえ。一人脱落まで持ってったな。ま、次回復されちゃうんだけどさ。それでもよくやった、よくやった。はははは。脅威だろ、これ。一番手ピーチなんはありがたいね。復活してそのまま最高を振られることはないわ。いやー、これね、もう、まあ無理だよね。そうだよね。いや、3ターン目から激闘ですね。こうしてみるとね。で、ハートが手に入っちゃうもんね。ロゼッタがあんま食らってないなぁ。いや、早いって。いや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 。ちょっと待てって、本当に。3ターン目でもうゴールのスーパースターが近いんでしょ。あ、でもまだ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 ありそうだね。いやでもこれ運ゲーあるな。あそこにちょっと運ゲーありますね。ファイヤーバーの運ゲーがあるね。クッパトラップ、これ多分、あ、選んでスイッチを入れてもらうか。だから、あの、片方に集中して仕掛けるもよし、または両方均等に仕掛けるもよしですね。どうしようかな。まあとりあえずバランスよく設置したいな。マリオがどっち行くかなんて分かんないもんね、コンピューの思考。人だったらあそこにハートがあるってなるかもしんないけど、まあバランスよく設置しときます。右に行くか、右行っちゃったか。さあ、僕のゲームパッドにはですね、仕掛けた罠の場所がね書いてありますね。あ、 1! おや、そこは均等に仕掛けたんでね。よっしゃー、半分になった。ハート半分になるわ、やばいな。え、でもプラスサイコはちゃんと手に入るのか。まあでもロゼッタ、強敵ロゼッタのね、ハートを半分にするのはでかい。オッケーオッケー。さあクッパこのターン追いつけるでしょ。4マス4マス余裕、絶対いけるやん。オッケーオッケーオッケー。ここで追いつきたいね。ここでね追いついて、じゃあクッパも行こうね、中に。どっちかな、こっちだろ、行って行こう。うおエンカウントの仕方なんとかなんないの。さあ何かな。あー、これはちょっとどうなの。お仕置きローラーってさ、自分が止めたり回したりするやつでしょ。これ達人うまいよ。これは達人うまいな。これ達人に当たる気がせん。もう適当にガン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 止めちゃうか。で、とりあえず脱落を狙おう。二人になった、人数を減らそう。頭数を減らした方がいい。いきます。いけ、回せ回せ回して、回して、で、キュッと止める。達人が、ちょっと待って。達人の適性が高くないか。達人の適性が高すぎるって、いくらなんでも。ちょっと達人が食らわない。達人が全然食らってくんない。達人が全然食らわねえぞ、こいつ。どうなってんの。俺、達人に勝てる人、連覇しかねえんじゃねえかな。復帰してね、サイコロ振られる方が嫌だからね。死後のサイコロで一気に抜けられちゃうね、これは。うわ、しかも抜けるときに6かよ。一気に本当に行くな。ああ、せっかくトラップ仕掛けたのに。あと何マスだ、何マスで最終してんだ。あ、でもまだもう一つあるね。123ゆっくりサイコロ。あー、1を引くってことか。何してんだ。1引くんじゃないの、そこ1じゃないの。え、進めるマス的に1を引くべきだったのでは。あ、でも次のリセッタでさ、ワンチャン何 ?123 使ってとか蘇生とか。うわ、すげえな、ロゼッタ。さあ、クッパトラップです。え、4だよね。4ってことは、ハートを取りに行くわ。正直言うと、4でしょ?ロゼッタって絶対ハート取りに行くよね、達人って。だから、これ言うときは、こっちに全部仕掛けときましょう。ハート取りに行くもん、絶対ロゼッタ。4だから、だって。そうだよね。地獄味わってもらうわ。全部左の方に仕掛けたんで、今。でもこれハートでかいな。結局ロゼッタがね、最後に君臨するわけよ。だから次のマスはもう終わりだよ。次誰が進んでもファイヤーバリ丸焦げにしてやる。で15マス、3人なんで3人で15マスも捨てたん。え、振ってない。いよいよサイコロ振ってねえぞクッパ。おい、なんなんなんだ。ダメだって、振り直して頼む。いって、15はいける、15はいけます。いけるよ、15!15 いって
15、10、よし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 、本当にカツカツだな。クッパの6クライミングは水泳軍団に登りたいんだけど、よしよしよし、でもやっぱコンピューの進み早いな。ここでもまたピーチを、全部ピーチを落とすわ。ピーチとマリオを落としたいね。一応行くぜジャンピングで行くのなんとかならないの。さあ、何なの、連打タワーあるよ、連打タワーありますね落としてやるよ俺の連打力に酔いしれな。全員落とす。もう逃げるもやるも僕は得意ですからね、このゲーム絶対あるから。よっしゃ、いきます、いきますよ。やるな、早いなお前ら、早いわおめえらちょっと待って、充電キープ落ちたちょっと早いわおめえら、すげえわ、俺から一発しか食らわないなんて。予告通り2人落としたんででかいっすね。これでどんどん隅が鈍化していくからね、じりじり詰めていきたいね。あ、これでもさ、無理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 、えい、よし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 、ファイヤーバーの時期です、さよなら。よしよし、ファイヤーバー食らった。なんだかんだでここ広いからクッパに有利かもね。広ければ広いほどね。あーずるい、ゆっくりサイコロもう超えられちゃうじゃん、それロゼッタ超えるじゃんね。マジか、ゆっくりサイコロそんな引っ方できる。次ゆっくりサイコロ突破されるかもしれないし、ハートがあるね、ハートがあるからロゼッタはハートを狙いに行くかもしれない。どうするんだろう、どっちなんだろうね。123ゆっくりサイコロ、あ、そっか、ハート狙うんだ。やっぱそうだよな、ハートプラス2は強いよな。いやずるいな、でもハートプラス2はもうミニゲームで削っていくしかねえわこっちが。でもロゼッタが落とせねえ、なんだこいつ達人俺が追い詰められるかどうかや。ぐるぐるハンマーか、これはクッパ視点になるんですよね。クッパ視点になって潰していくやつ。とりあえずピーチを狙ってピーチを落とそう、ピーチのマリオを落とす、まず2人を落として崩そう。なロゼッタたちはなんとかなるわ最終的には。なんでロゼッタとキノピコは最悪無視でマリオとピーチをとりあえず落とします。まず作戦勝ちを狙おう。マリオずいぶんやる気満ちは表示してるわ、そのやる気打ち取ってくれるわ、ほら行くぜよしオッケー、マリオ落とした、で次ピーチ落とそう、ピーチ落とす、とりあえずに、あ、ロゼッタそれ頭かすりやすい方がいい、マジか、ピーチに避けられた、この野郎、言えとくよな、あとはあいつはどこへ行くかこの野郎、この野郎全然とりあえずもうこの調子だって、とりあえず終盤まで持っていくしかないかな。よしよし、まあまあでも上々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 でしょ。あー4引くね、絶対4だねそれ。いやー強いなそれは。この達人2人がさ、やっぱ、ね、ミニゲームで残っちゃうな。こうなると厳しい。マリオは復活するしな、なんだったら。いや、ハート2が意外と多いんだね。ちゃんとゆっくりサイコロとか、出目で狙えれば。ちょっと待って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 。やべえな、あの2人。結局また帰ってくるんかい。くそー、この2人帰ってくる。で、もうラストスパート近いね。んで。いや追いつけっかなー、この状態で。ラストスパート入ったね。さあクッパの扉の奥まで行きました。いやマジか、クッパクッパガシャンクッパがあんあんアンドの息ついてる場合じゃねえぞおい。アンドの息なんて突き上がって、いやーもう少しだね本当に。よクッパ来た、クッパそう簡単に行かせるか。おお、めっちゃ揺れてる、コントローラー。ん？なんだ？あ、スーパークッパサイコロに変わってしまいました。クッパマーカーで必ず追いつかれてしまう恐ろしいサイコロです。でも一つになっちゃったよ。あ、交互にサイコロ振るんだ。なるほどね。じゃあ、でも、それ死後のサイコロあんじゃん。やばいって、それ。いや、6はやばいって、7は絶対追いつけなくなっちゃったじゃん。それ絶対追いつけないじゃん。
うわーん、クッパ、クッパサイコロ、クッパも捨てれば6分の1でできますよ。でも夢がありますね。4振り直すでもこれワンチャンさ、ドツボにハマったら負けだぞいやもうクッパサイコロ、もう7マス追いつこう。いやー5か、くそー、ロゼッタの蓄積してた4、5サイコロ痛えなー。そう、追いつけねえ交互にサイコロ振るから追いつけるチャンスはでもあるよ。ピーチ、お前弱いだよ。よしよし、おし追いつける、我は追いついた、我は追いつかせてもらうぜ。交互にサイコロ振るからその分ミニゲームの回数も上がるはずだ。3いきます。よし、いくぞ、おいくぞうわいやもう終盤来ちゃったね。爆弾ルーレット苦手だな、これ。これは狙えないし、達人は避けちゃうんだよ。これってさ、俺が指定してもさ、止めた時にロゼッタがヒュッて動いちゃうから、達人たちはね、狙い撃ちできない。もうマリオとピーチだね、やっぱり。ただ、一発当たれば3点だからね。3点持っていけるから。いやー、これはね、達人には避けられるんすよ。行きましょう。とりあえずね、とりあえず3個仕掛けてガンで止めてもガンでやるだけです。はい、いきます。そい、せーの、ねコンコピーチ、ピーチ押した。いやロゼッタたちはヒュッて、もうそのさ、端っこに待機してんじゃん。おめえら端っこに待機してんだもん。避けようとしてるもん。コンコマリオは終わった。あいつらヒュッて動きおる。達人は落とせねえ。達人はマジで落とせる気せん。まあもう、ね、一応最悪の点数を。ここあこいつらずるいって達人が落とせる気がせん。で、こうなっちゃうとさ、交互にサイコロ振るってことはさ、あいつらはどういう扱いなんだろう。2か、2ってどう、ハート、うわーハート2かよ、マジかよ、やばい。ロゼッタとキノピコが全然落ちない。達人が強い、マジで。また帰ってきた、うまいな。多少足手まといがいても気にならんってことか。多少足手まといがいても達人2人には勝てんのか俺には。やべ、クッパやっぱ不利なのか。クッパマスです2マスだっつってんだろうが、2マスなんだから別にいい、わざわざそこまでじゃなくても。いやー、ちょっと いける気がせん。ファイヤーバーガー、これなんだっけ、傾けるんだっけ、十字キーだっけ。あ、傾けて動かすんだ、オッケーオッケー傾けてファイヤーバー動かすんだ、へえ。ただ達人はうまいことジャンプしてくるからな。傾ける操作っていうのもなんか斬新だな、ゲームパッドならではだね。よし、とりあえずピーチとマリオをね、焼却処分しますとりあえずピーチとマリオは焼却処分です。わー、ちょっと難しいなこれ操作、マジこんな難しいの。ちょっと待って、動かす方も難しい。あ、でも意外とロゼッタたち落とせる気がする。あ、割といったかな、割といった、割といったこれね、なんかね、達人をそこそこ落とせるな。でもロゼッタ1しか食らってないんだけど、なんなのこいつあ、これどういう扱いなの。マリオさ、今なんかサイコロ渡す係になってるよ。ってことは追いつけるんじゃねえか、もう一回。え、どういう扱いこれ。マリオくえ、ロゼッタスタート、ちょっと待ってよ、そんなん強いって、それはダメだって、落ちた方がいいじゃん。え、じゃあそれ死んでた方がいいってこと。それはちょっと ずるくない。交互にサイコロ振るんだからマリオの後俺だろう。それはちょっと強すぎるって。達人が絶対だって勝てるじゃん。そうしたら多少足手まといがいても気にならないじゃん、サイコロ渡す係なんだから。振らせて、それは俺に振らせてくれよ。こんなところでクッパ不利になるとは。6いけ、おー、いける、頑張れ、いけいけクッパ、わー、いくぞ女、いくぞ女、吠えてる女いくぞ女、うわあ、これ A ボタン押すと吠えるんだ。 A ボタン押すと吠えれる。
意味もなく。よっしゃあ、あと2人だ。あ、これはワンチャンあるんじゃないか。これワンチャンあるよ。達人とてさ、必ずそのだって俺の時達人ひどかったもんね。これ運で勝てるかも。運で、運ゲ上等、運ゲ上等。おっしゃ、楽しい楽しい、ビンゴタイムの時間だ。これやったらマリオピーチでも気にならなかったけどな。もうだって僕は運任せですからね。もう全て運ですよ、こんな。あ、ロゼッタワンチャンこれ全部落ちんじゃねえかな。ロゼッタさ、ワンチャン落ちるよね。はい、テレサ。なんでだよ。一番意味ないじゃん。一番意味ないじゃん、テレサって。でもさ、あいつらさ、2種類しか持ってないよ。お互いのマスが2つしかない。もう全員落とすのは不可能だな。お互いのマスが2つしかないからワンチャンあるわ、本当に。はい、のこのこ。あー、しょっぱいな。ボム兵引けばロゼッタ終わりだよ。ロゼッタワンチャンある。ボム兵引けばロゼッタ終わる。いくぜー。はい、ボム兵クリボーはキノピコが食らう。いいいいよ、キノピコはダブルビンゴ一瞬で。さあ、ロゼッタや、ロゼッタ落とすぞ。ワイはボム兵引いてロゼッタ落としたの。おー、いくぜー。そんな運悪いことあります？これ運ゲーじゃないでしょ、絶対今操作したよね。いや絶対操作した、これ絶対操作しただろう。いやいや、これ絶対操作したでしょ。おかしい、これはおかしい、それはおかしい、ありえない。いくらなんでもあんまりだろう。え、これさ、ピーチ振った後、さらにキノピコ振れんの強くない？死頃最後渡すのはずるいってんで。死頃最後はずるでしょ？なんでそこで死頃最後もちゃんといけんの？ピーチの後も俺じゃないの？死頃最後振るじゃん、絶対そんなんしたら。あ、でもワンチャンある。ワンチャン残してくれた、俺に。そうだよね。ワンチャン残った。ワンチャン残った。まだ次で落とすのか。みんなのハートが1個だけとかありますよ。せーの。ハートが1個だけ。なんだこれは。ハートが1個だけやろ、ここは。何？革命を、あー、これ、均等に分けるんだっけ？意味ねえな。絶妙に意味ねえな。4を落とせるかどうかでしょ？ 4 を落とせるゲームってある？なんか。一ターンで。うーて！ 4 を落とせるって、そもそも追いつけるか？なんでだよ。2じゃなくてさ、振り直そう、振り直そう。あの、いける確率の方が高いから大丈夫だ。ふっ！いけ！頑張れ！ 6！ よし！とりあえず、繋いだ。いけ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 。いくぞ！女！いくぞ、女！よし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 。でも、一旦で用落とせないって。なんかある。あー、これワンチャンあるのかな？これ確かさっき達人もめっちゃ食らってたよね。ワンチャンあんのかな？でもこれってさ、多分、やられた仲間のマスも出るから、適当に止めてるとね、いやでも適当に止めた方がいいよ。目押しできない、こんな。目押ししてる時間が惜しいもん。目押ししてる時間惜しいんで、適当に止めます。やっぱり。やっぱり適当に止めます。目押ししてる時間惜しいんで。目押ししてる時間が惜しい。ガンガン行こう。よしよし、でも、割とこのゲームね、なんかね、俺が想像してるより効果がある。割と俺が想像してるより効果あんな、このゲーム。そんな、さ、効果的なゲームに見えないけどな、俺。このゲーム、あ、キノピコ1しかない！キノピコ狙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 い！キノピコだ！キノピコだ！キノピコだ！キノピコ！キノピコ！なあ！避けられてる。くそ、1で残ってやがる、あいつ。でもあいつ、キノピコ1だよ。まあ、あと、キノピコ1だよ。ワンチャンある。まだ、まだ。チャンス捨てない。次ミニゲーム来れば、キノピコライフ1しかねえんだから、絶対が出るよ。さあ、キノピコの出番です。キノピコは、次のターンに、そのスーパースターガチャをやるんですよ。
66% の確率でこいつは外してくれます。 33% なんでね、確率は。よっしゃ頼む。 66%、 66% に乗ります。よし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 、あーし、これはワンチャンある、マジでワンチャンある。キノピコ落として終わらせる。最後のパーティーゲームは俺が勝つっていうことよ。行くぜクッパスタート。しなくてもこれで終わらせる。キノピコ怯えろよ、怯えるがいいさ、せいぜい。行くぞ、行くぜキノピコ残り1、キノピコ残り1だ。何にすんの。あーこれでもワンチャンやばいか。これって確かさ3回飛ぶんだよね。いや実力でこれ勝てる気がせん。 50% じゃん、ほぼほぼ 50% だな。これ3回飛ぶんだよね。3回 50% があるとか。でもこれねワンチャン達人には見切られちゃうんだよな。もう運で運でいきましょう。飛べ、どっちにしようかな、どっちにしようかな、どっちにしようかな、こっちにしようかな。あ、なんかこの終わり方この前も見た。あれ、この終わり方この前も見なかった。よし、なんでこんなに達人的に回すと強いんだろうな。味方にしたんできはクソ作だったのにな。まあでも勝てたからいいや。よし、最後のステージも勝利いただいたぜ。ゴール前ゼロマスでリタイア。志半ばじゃねえか。待って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 、ハト69もやった。めちゃくちゃ俺頑張ったじゃん。